ちゃんとお留守番で行っちゃいます。じゃあちょっと待ってて、すぐ戻ってくるから休んでんで。はい、じゃあこれからですね、和歌山マリナ市の、フルーツ村とマグロの解体ショー見に行きたいと思います。君にちょっとフルーツ村の方から行こう。売ってないけどと思って。あ、すごい濃厚、美味しい。生マグロの解体即売を行います。黒潮市場が自信を持っておすすめする生マグロを行ってきます。すばらしい。さあ、大変な楽、お待たせしました。ご紹介始めていきます。本日のマグロはですね、紀州和歌山勝浦港で水揚げされました魚体がですね、35キロキハダマグロになりますね。マグロをはじめに尻尾の部分から切っていきます。はじめからね、このように尻尾の部分少し切られてるんですけども、この尻尾の断面、これを見ることによってこのマグロの値段を決めていきますね。普通はノコギリなどで切っていく硬い部分なんですけども、関節のところに包丁が入りましたら、このようにスパッと切りますね。背中腹4つの節に分けてさばいていきます。5つの部位に分かれるということで、どうもよろし、せーの、よいしょ。ではですね、お待たせ、背の部分になりますね。はい、またこちらハラミのこのちょうど白くぼんだ部分、よっ、こちらの部分にね、マグロは内臓入っていまして、血抜きという作業が行われています。よいしょ。はい、見てください、こちらマグロ中骨になりますね。5つ課題書の方終了になります。ありがとうございました。試食食べないと。すげえ行列。いただきます。おいしい。これ1000円。そうですね。これありがとうございます。マグロコロッケは180円。ごどソース。はい、ご当地マグロコロッケですね。いただきます、マグロコロッケ。マグロ、そう、マグロが丸々入ってる。うまい。そう、これで焼くの、こうやって。すげえじゃん。本当？なわけないじゃん。机が網になって。ああ、なるほど。そうか。ああ、なるほど。ここで火をつけて焼けるの。あ、すごいね。無料で焼けるの。すごい。無料でできる。
あーすごい夢が近い。ほら、かっこいい。カップルの方でもすごいおすすめですね。すごい落ち着きながらお話もできて、さらに太陽の光もあるんで暖かい。さらに海の音がお互いの距離を縮めるの、さらに海の音の、さらに海、まだ和歌山県入ったばかりなんですけども、和歌山県かなりですね。なんでそんなに和歌山県が観光スポットになんないのか、観光っていう意味じゃないんですけど、まだこれからね、どんどん下に南下していっていろんな温泉とか入っていきたいと思います。今日、購入した1500円のマグロですね、結構ブロック大きいです。でこれは今日食べないです。あのマグロはどうしても1日寝かさないと味が出なかったりするんで1日置きます。明日の夜ですね、食べていこうかなと思います。マグロ漁船乗ってると行きます。毎日マグロ出たんですけど、中トロ、トロはね、もうね、脂っこくてね、食べるのが嫌でしたね。毎日マグロ食べるんだったら赤身食べた方が美味しいです。たまに大トロとかね、中トロ食べると美味しいんですけど。はい、じゃあ今日はそんな感じの動画になります。はい、動画の方が良かったら動画の評価とチャンネル登録をポチッとポチッとよろしくお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。さあ最後飛び込むよ。いいよ、いいよ、いいよ。やめろやめろ、怖いじゃん。やめろやめろ。